悩める兄さん卒が相手無双した兄卒に相談する会で、その近いような業界本当に一番大事なのはちゃんと自分が本音での軸を見つけるっていうところなので、はい、山さんこんにちは、トップ主のサスケです。今日は皆さん就活領域なんですけども、またもや新企画ですね、やっていきたいと思います。題して悩める兄さん卒が相手無双した兄卒に相談する会みたいな感じですね。そんな動画を撮っていきたいと思ってます。なんかちょっとイケてるネーミングは決まってないんで、ちょっと文章みたいになっちゃってるんですけど、そんな感じで新企画やっていきたいと思います。背景としては、いつも僕が22卒に内定者インタビューしたり、23卒の悩み相談聞いたりしてるんですけど、やっぱり僕はもう言うて30歳だし、就活から結構時間経ってるんなので、直近一つ上でしっかり内定を取ってフレッシュな経験を持っている先輩に相談したいニーズってめっちゃあるんじゃないのということで、この企画始動させました。ということで今日は2人ゲストに来てもらって出ます。二人ともこんにちは。こんにちは。はい、ということでめっちゃいい二人に来てもらってるんですけどもじゃあまずはじめにちょっと22卒の吉田くんから自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。皆さんこんにちは、22卒の吉田と申します。今大学はマーチの学歴の大学に通っていまして、総合商社であったりメガバンクとか、あとはメーカーとかコンサルとか、いろいろなところから内定をいただいているというような状況です。はい、本日はよろしくお願いします。吉田くんの特徴としては、マーチからそれだけ複数の業界の内定を取ったというところで、商社も三大商社のうちの一つだよね。ということで、素晴らしい成績を収められた立派な先輩でございますというところに対してですよ。はい、じゃあ23卒の達也君自己紹介お願いします。はい、23卒の達也と申します。大学は慶応義塾大学に通っておりまして、志望業界としては決めきれていなくて、例えば総合商社だったり、あとメガバンクやコンサルなど幅広く見ている状況です。本日はよろしくお願いいたします。特集 LINE 公式アカに登録をすると超品質質問100選が手に入ります。お願いします。ということで、じゃあ達也くんは悩みまくってると。もうはい、もうすごい悩みだらけです。そうですね。じゃあ我にもすがる思いで今日来てもらったかと思うんですけども、我々でね、今日は達也くんの悩みをバッチリ解消していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんだけども、もう一番悩んでるのは何、達也くん。まずインターンや本選考で、できるだけ多くの企業受けた方がいいと思っていて、その中には自分の設定した軸と合わないような企業も受けることが多いと思います。で、そのような企業を受けるときに ES や面接で、どのようにして、志望動機などを伝えていたのかということをお聞きしたいです。なるほど、なるほど。これは確かに幅広い業界を見ていればいるほどね、結構悩むポイントかなと思うし、慶応の子なんかは結構悩むポイントかなっていう気はするんだけど、吉田君どうですか。これは結論としては、僕はどの業界でも一本の軸で通せていました。これはもう少し分解して、要はって話なんですけど、多分僕の軸って結構抽象的なものを使ってたんですね。なので、言い方次第ではあるんですけど、どの業界にも当てはまるような軸っていうのを、最初から設定していたっていうところで、汎用性が高かったかなっていうところが僕の答えです。実際なければなんだけど、はい、どういう軸で話してたの、それは。はい、簡単に言うと、普段から当たり前を覆し続けるようなことをしていきたいっていうふうに僕は言っていまして、その当たり前を覆すっていうところの、ツールが業界によって違ったりするのかなっていうところを、僕なりに当てはめて答えていたっていうところですね。はい、なるほど、なるほど。そのやはり軸を、ある程度抽象的なものまで引き上げて、それで後の説明の補足とかでね、他の業界にこう当てはめていくっていうことかなと思うんだけども、達也くんどう、このあたり今の回答を聞いて。そうですね、なかなか今の例は非常に参考になると思ったんですが、人によってはちょっと当たり前を覆すっていう、みたいな、汎用性の高い軸作るのが難しいと思ったので、例えば、経営に携わるという、軸があったとして、この軸を例えば食品業界で生かすとかってなると、どうしたらいいでしょうか。まず、経営に携わるっていうところで、その経営っていうのも結構粒感があると思ってて、それはなんか一つ一プロジェクトに対する関わり方なのかとか、あるいは本当に全社的な戦略を作るのかとか、本当にいろいろまずその粒感もあると思うんで、基本的にこれ今の軸だとしても、どの業界でも当てはめられるし、っていうふうに思ってます。なんで、具体的に入った後に、この部署でこういうプロジェクトの中で経営を携わりたいとか、あるいは単純にコーポレートとして全社的に見ていきたいとか、そこら辺の粒感を見ながら、どの業界でも今のだったら当てはめられるんじゃないかなって僕は思いました。なるほど、なるほど。例えば確かにそうかったなと思う一方で、そうした時の懸念としては、じゃあその軸だったら他の業界の方がいいんじゃないのとか、うちじゃないんじゃないのみたいなカウンターを、意地悪ではないけど軸ぶれてんじゃないのって意味で返してくる人事っているかなと思うんだよ。
そこってどうかな。確かにそのどこでも当てはまるものを言えば言うほど、まあ、この業界じゃなくてもいいんじゃないかっていうところあると思うんですけど、うんうん、なんかそういう時に僕が毎回まあ言ってたのは、結構プロジェクトの期間であったりとか、何人ぐらいのベースでものを作っていくのかとか、うん、あるいは扱う金額の規模感とか、うん、そういうところをまあ自分の過去の経験から当てはめて、うん、まあ、なんかこういう性質の方が僕に合うと思うんですっていうところで結構逃げてたっていうのが毎回の定石ですね。ああ、じゃあその一番上の軸の部分はどの業界でも同じこと喋ってるんだけど、それをじゃあなぜこの業界でしかできないんですかそれがって言われた時は、もう一つ、まあ具体的な内容に落とし込んで、その内容自体が、うん、その業界とか企業に当てはまる内容に、持っていって逃げていたと、はい、いうことかな。その通りです、はい、確かにそう整理した方が自分としても大事な部分はブレてない中で、こう戦略的にはこの具体的な部分が、まあ、ちょっとテクニカルにはなるんだけども、ちょっとその業界ごとに変えてそこの当てはまるにしていくっていうことで整合性を取っていたということかなと思うんだけど、達也くんの軸とかでこれは使えそう。まさしく先ほど申し上げた経営に携わるっていうのが私の一つの軸であったので、非常に参考になりました。ありがとうございます、うんうん、この軸によるかなと思うんだけど、多分経営に携わりたいとかであれば、僕もそれちょっと近いこと言ってたんで分かるんですけど、業界とか立ち位置のと違うから、例えばコンサルであればやっぱり外部からサポートする立場になるし、ベンチャー企業であれば自らがこう主体となってリスクを取ってやっていくっていうポイントもあるし、商社であればそれをダイナミックなフィールドで規模感の大きいところでやっていくみたいな特徴になってくるし、みたいな経営一つとってもやっぱり分解していくとそれぞれの業界とか企業でかなり違うポイントが出てきたりするんで、この一番大きな幹はぶらさずに枝葉は変えていくというか、そんな形で整理できると自分としては何でしょう、一貫性のあるこう回答をしながらも向こうからすると納得感の回答っていうのができるかもしれないですね、うん、なるほど。あえて、まあ、不足するのであれば、うん、なんかあえて似ているような業界っていうのはこっちから先出しして比較するっていうのもありだと思ってて、なるほど。なんかよくあるのは保険とかでも生命保険と損害保険ってあるけれども、うん、まあ、その生命保険では例えばこうこうこうだけど、損害保険はこうこうこうだっていう、まあ、あえてその近いような業界を自分から上げることで納得感を持たせるというか、うん、相手を誘導していくっていうのも、まあ、テクニックとしてあるかなっていうので使ってました。確かに確かに、人事の方々に上げ足取られるじゃないけど先に言われるよりも自分で整理した理由を話す中で、そこの違いに簡単に触れておくと、この子もう分かってるんだと、分かった上で選んでくれてるんだっていうのがしっかりアピールできるし、まあ、見方は綺麗かもしれないね。そうですね、やっぱり一つの業界だけ見ているっていう感覚よりかは俯瞰して見てますよっていうのを自分からアピールできるんで、それは良かったかなって思ってます。なるほど。で、吉田君はそれ実際にこの場面で結構それを使ってたということかな。はい、その通りです。自分から出してやってました。面接官の反応はどうだった。あ、そうですね、結構納得感持って、あ、そういう理由を持ってるんだっていうところで、まあ、その基準自体が正しいかは別として、うん、自分なりの考えを持ってるってことは伝えられてて、まあ、かなり評価良かったんじゃないかなと思ってます。そうだね、達也君、今吉田君が言った通り、もちろん客観的に見て矛盾してないよねっていうポイントも大事なんだけど、やっぱり自分として軸の整理ができていて、もう整理ができている納得感のある分類なんです、基準なんですっていうところが言えれば、説得力を持って自信を持って話せるレベルにはできると思うので、そこまで引き上げられるといいかなと思います。参考になります。ありがとうございます。解決した結構多面的に一応僕らで答えを導き出したつもりなんですけど、どうですか。すごいですねここまでなんかまさか枝を伸ばせるというか、全然全く軸ってすごいただの木の一本の幹みたいなものにしか考えてなかったので、枝を伸ばせるというかそういったところの、まあ、テクニックな部分であるんですけれども、そういったものをまあ自分もやっていければいいなと思いました、うんうん、一応その一番大事なことを言っておくと、今のは結構テクニック寄りの話かなと思っていて、はい、本当に一番大事なのはちゃんと自分が本音での軸を見つけるっていうところなので、おろそかにしてもういきなりテクニックに走って、ここがうまく作れそうな軸を勝手にでっち上げるじゃないけど、そんなことをして作ってしまうっていうのは本末転倒なので、まずちゃんと自分に向き合ってしっかりと自分が言語化できる軸っていうものを見つけて、でその先にそれを伝える手段とか、あとはまあ実際複数業界を受けなきゃいけない時とかに矛盾なく自分がちゃんと対等に渡り合えるようにといった手段として用いているんだよっていう点だけ間違いないで、押さえておいてもらえるといいかなと。こういうちょっとこうハウツーの話をしちゃうとみんな勘違いしちゃうところがあるので、そこだけちょっと僕から、大事なポイントなので伝えておきたいと思います。じゃあありがとう。今日は結構一つのトピックで膨らませられたので、ここまでに一旦したいと思います。次の動画でまたよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、それではまた皆さん次回しましょう。 See you next time. バイバイ。今特集 LINE 公式アカに登録をすると超品質質問100選が手に入ります。これは去年内定無双したインターン生たちが実際に選考で聞かれた質問を100個ですね、スプレッドシートにまとめたものになりまして、めちゃめちゃ有益になってます。それ以外にも LINE に登録してくれている会員たちには、日々トップ企業とのコラボライブだったりとか、豪華ゲストとのイベントですね、
その他にもグルディスや面接のマッチングライブでアウトプットができたりと豪華特典がついていますので、ぜひ皆さん概要欄の方から登録をしてください。登録待ってます。